もコーヒー入れてたらさ、この辺がすごい濡れてるからどうしたのかなと思って、あの容器移し替えてね見てみたら、こちらも穴が開いて、ここにね穴が開いちゃいましたね。まあ洗ってるうちに割れちゃって穴が開いたんだと思うんだけど、気づかなかった。こういう風にさ、このゴムのやつついてたから気づかないでそのまま使っちゃってましたね。でも昨日は大丈夫だったから、昨日洗った時にぶつけたのかわかんないけど、まあでもほぼ毎日使ってるからね、かなり劣化してたと思うので。ちなみにこれフレンチプレス用のやつで、もともとあのハリオのコーヒーのなんていうのジャーみたいなの使ってたんだけど、あれもひびが入ってきちゃって割れちゃったので、これ使ってたんだけど、まあ結構使ったからね、まあ割れちゃったけどしょうがないですね。新しいのをね買おうと思います。今日の朝ごはんはね、チョコレートのマフィンを作りました。今日はあの赤い袋の方にしたんだけど、やっぱりこっちの方がふわふわでいい感じですね。ということでコーヒーも入れたので一緒に食べようと思います。いただきます。おはようございます。今日は5月の13日、水曜日でございます。もうね朝ごはん食べ終わって今ゆっくりしてたんだけど、今日はちょっと冷蔵庫の掃除をしようと思って、ちょうど今食材がねもうかなり底をつけて、リンゴ3個ぐらいしか野菜のところはないので、まあ、調味料とかいっぱいねあるんだけど、まあ、整理整頓しつつ、あの賞味期限切れのものは捨てたりしたいので、ちょっと拭き掃除もねあの やりつつやっていこうと思います。とりあえずなんか冷蔵庫の中身本当に大したことないんですけど、調味料系がすごくあるので、このねこのこれ確かダイソーで買ったのかな、こういう取っ手がついてるケースをここの調味料のところに入れて、まあ、使わないものは奥にしまっとこうと思ってやっております。であとはちょっと残り物とかいろいろまだ置いてあるんだけど、これも多分期限切れてるからね、ちょっと先生食べてなかったみたいで捨てなきゃいけないんだけど、あとはまあこの辺はもう拭き掃除は終わったので、あと引き出しの方はまだ終わってなくて、これからちょっとこのねドアポケットたちをやっていこうと思います。終わりました。とりあえず上の部分はあんまり変わってないかもしれないけど、棚もね全部外れるからね、外して綺麗にしたんだけど、こことここはまだやってないので、まあでも今ちょうど食材がね本当にこのリンゴ3つしかないので、こっちはハムとかあるけどあんまりもうないので、ただちょっとスーパー行けたら行こうかなと思ってるけど、とりあえず綺麗になったのでね良かったです。今日のお昼は冷凍しちゃったトマトスープがあったので解凍して食べようと思います。いただきます。見て見て犬用抱き枕、まあ枕じゃなくてブランケットですけど抱きかかえております。まああの私がやったんですけどね、すごいせやせや寝てるからちょっとねクッションを置いてみたんだけど、いいね、気持ちよさそうに寝てますね。変わらずまたちょっとクローゼットを整理してて、こんだけいらない服やら靴やらを見つけまして、まだドネーションセンターも多分開いてないからね、しばらくまた置いとく羽目になりそうだけど、意外とやっぱりこの間全部なんか整頓したなと思ってたけど、見たらまだまだいっぱいありました、ね、この靴とかすごい可愛いんだけどね、このバンズの靴ね可愛いんだけども履かないのでね、こういうのも全部処分してね、あのドネーションに回そうと思ってます。今日の夕ご飯このカオマンガイにしようと思ってるんだけど、ちょっとねチキンとご飯しかないから、あとでスーパー行けたらね、炊き終わってご飯の前にスーパー行けたらなんかキュウリとか買ってこようかなと思ってるんだけど、とりあえずチキンは解凍してたので、まあ、用意だけしていこうかなと思います。ちょっと簡単に炊飯器でやっちゃおうと思います。はい、ということでちょっと外ねすごいまだ明るいんだけど、もう7時半なのでね、先にちょっとパパッとスーパー行ってこようと思います。お店着いたんですけど、今日人がねあんまりいない代わりにね物があんまりない日ですね。残念。見てこのリーブスめっちゃでかくない？13ドルだから1パウンド2ドルですね。安いね。美味しそうだな。人がいないですねあんまり。まあいいことなんだけどね。今日はでも早めに閉まるかもしれないですね。うちの近所のスーパーペーパータオルは入荷してるっぽいけど、未だにまだトイレットペーパーはほぼないのかな。あっちにちょっとあるけど、ペーパータオルっぽいな。ペーパータオルはいっぱいね出てきましたね。ありました、トイレットペーパー。でもめっちゃ高いよ。あ、でももともとこの値段なのか。ん？どうなんだろう、この値段なのかな。書いてあるのでも違う商品っぽいけど、
これででも7ドルは高いね。1ロール1ドル以上しちゃうからね。この間のウォルマートの方が全然安かったですね。パッケージにさ、柴犬が乗ってるの珍しいんだけど、これ絶対柴だよね。珍しい。この間違うやつ買ったんだけど、キッコーマンのパン粉もね、売ってますね。買ってきます。はい、お買い物終わりました。今日はね、多分早めに閉まるみたいで、もう結構みんなレジでね、並んでお会計済ませてたので、まあ、8時半なのでね、まあ、でもご飯はもう炊けてるはずだから、あのキュウリ買ったから帰ってキュウリと一緒にね、盛り付けて食べようと思います。はい、ということでお疲れてきました。もう8時46分で結構遅くなっちゃったんですけど、パパッと紹介しますね。これもちくんのいつものね、あのおやつと、これもちくん用のチキンレバー。まあ毎日は全然あげないんだけど、たまにあのちょっと焼いてね、あのご飯と混ぜて食べるとすごい香りがいいみたいで、すごくがっつくのでよく買ってます。で最近ね、焼き鳥をね、あのやったんだけど、それにも使えるかなと思ってチキンレバー買ってきたのと、あと砂肝もね売ってたので、これも焼き鳥用に買ってきました。あと薄切りのビーフと、これがすごい美味しそうで、この牛肉がね安くなってたので、すごいいっぱいあるんだけど、あのマリネードみたいなのちょっと漬け置きしたりして食べようかなと思ってるので買ってきました。あとイチゴがすごい安くてね、1個80セントぐらいだったかな。あとね、3パック買ってきました。あとこれだけ、フィッシュフライ、あのブリトーにしようと思ってます。やっぱさっき見せたパン粉と、またレモンバー作ろうと思って、ちょっとブランド違うんだけど、これ買ってきたと。この辺はまあ野菜、いつものね野菜ですね。キュウリとか、あとレモン、白菜、ズッキーニ、ネギ、ハラペニ、またハラペニをポッパー作ろうと思って、あと大量のマッシュルームと、これなんか先生が友達におすすめされてたみたいで、試してみたいとことだったので、これで3ドルぐらいだったかな。どんな感じなのかちょっとよくわかんないけど買ってましたね。あとアーモンドミルクやっと買えたので1個と、あと普通の牛乳と、これちょっとコーヒーのお供に食べてみようと思って、メキシカン系のやつなのかな、多分ねスペイン語だと思うので、メキシコのね、そのおやつ系のコーナーにあったから、ココナッツ味のビスケット系だと思うんだけど、コーヒーの絵が描いてあったから、コーヒーのお供にいいかなと思って買ってみました。まあなんか試してみようっていうサイズ感じゃないんだけどね、ちょっとまあ、いやそんなに高くもなかったから買ってみました。あとロメインレタス、この辺はまあ野菜ですね。あとハラペーニョチェダーのソーセージ、これなんかおつまみとかめっちゃ美味しそうじゃない？これ私のおやつの、ミニキャロットと、これねランチでいつも食べてます。ランチってランチドレッシングね。で、あといつものこの冷凍のね、ミックスベジタブルと、あとハム、サンドイッチ用のハムと卵と、そうめんがすっごい今食べたくて、いつもね、日系マーケットとかアジアマーケットで買うんだけど、最近行けてないのでね、あの一応、普通のアメリカのスーパーにもこれで売ってるんだけど、まあ2ドルちょいだから、値段的にはアジアマーケットで買った方がちょっと安いかなと思うんだけど、すごい食べたかったので、買ってしまいました。はい、あといつものヨーグルトと、これね、あの白桃がね売ってたので買ってきました。あとバナナがなんか大量にあるのと、シーザードレッシングもなかったのと、あとお醤油もちょっとなくなってきたからね、あの5個買うと、まとめて買うと安くなりますってやつだから買ってきました。あとパン2つ、これなんかこれしかなかったらしくて、先生見に行ってくれたんだけど、なんか1個買うと1個ただだったらしいので、でもこれもちょっと美味しそうなんだよね。あの太めのねカットしてあるパンなので、まあふわふわ食べられるかなと思って、あとこれ先生のおやつですね。まあそんなにいつもとあんまり変わらないけど、こんな感じでございます。ということでね、お家帰ってきたので、もうパパッとしまって、遅くならないうちにね、あんまり遅くならないうちに、ね、夕飯の準備して食べようと思います。はい、ということで完成いたしました。いただきます。さっき冷蔵庫掃除したのでね、買い物してきたものがいい感じに収まっておりましてね、棚もここ全部外して綺麗にしたからね、すごい綺麗になっていい感じです。最近寝る前、まあ1日3回なんだけど、寝る前にもね忘れずに、このヘアスキン&ネイルっていう、まあサプリメントなんだけどね、これをね昔コストコで買って全然飲んでなくて、最近ねまたあの飲まなきゃダメになる前に飲んどこうと思って、あの見つけて飲んでおります。なんかでも正直ね、もうでもそうなくなりそうなんだけど、効果があるのかどうかは分かんないけど、まあ、髪の毛伸びるスピードとか、まあね、あのネイル、爪の
爪を強くしたりっていうのかなに効くみたいなんだけど、ビオチン5000mcg ってなんだ、ちょっとわかんないけど、5000mg とかなのかな、のビオチンが入ってるやつなんだけど、まあなんか髪とかあと肌とかにいいっていうねサプリなんだけど、正直ちょっとまあ続けて1ヶ月ボンって飲んでるわけじゃないので、あんまり効果わかんないけど、まあなんかいろいろビタミンが入ってるのであるし飲んでおります。ちなみにこんな感じのなんかメタリックピンクのね錠剤なんだけど、結構大きめなのでね、すごいメタリックなんだよね、キラッキラ知らないけど、はい、これを飲んでおりますということでね、今日もね一錠飲んで寝ようと思います。ということで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。